1週間切って、はい、まあ、いい感じです、はい、疲労もちょい抜けてきて、はい、あとはそうですね、当日最高の状態できるようにしっかり疲れを抜きつつも運動量を落とさず仕上げていくだけです。今回はどうなるところで、はい、調整とかで仕方が変わったりします。まあ基本技術的なことは抜かして、そのことはここまで変えてないんですけど、まあ走りの方をちょっと増やしたりとかはあるんですけど、基本特にトーナメントだからといって。それ用に練習を変えるっていうことはしてないです。本当に1回戦はどれくらいの練習を考えてしまいますか？はい、いやもうパンチでガンガン来てアグレッシブな選手っていうのイメージです。対策として、はい、そうですね、まあ、いろいろボクシングジムに出稽古に行ったり、まあ、ミドル級の選手とスパーしたり、あとは、まあ、いろんなジムでもないです、出稽古に行って、同じ階級だったり、大きい選手と、で、スピードがある選手と。スパーとかはやりました。そのスパーとか、はい、パンチでのやつがやっぱ一番警戒してる。そうですね、やっぱり、はい、まあ、パンチが一番、はい、警戒してます。やっぱりその日本人に近いのと、はい、欧米人に近いのと、はい、違うと思います、はい、過去ヨーロッパで試合した時とか香港でヨーロッパ人とやった時とかやっぱパンチの質がちょっと違かったんで、映像で見るよりその時も映像を見ていったんですけど全然体感したら違かったんで、今回もそうだと思うんで、はい、正解はしてます。グリゴリアンかなりそのマイローマンの中にあるんですけど、はい、まあ、それと繋がっている部分の心境ってことですか？そうです、まあ、優勝候補にも挙げられてますし、はい、多分一番強いのかなと思う、まあ、みんな強いですけど思いますので、逆に一番最初にできるんで
さんいいなっていうふうにもう思ってます。倒したら美味しいみたいな。そうですね。はい。であっちも元気ですけど、自分も若干元気なんで、そこでやれるんで。準決勝以降はどういう風に対するんですか。どうなんですかね、本当に隣の山と、まあ、ぶっちゃけなんていうんですか、他考えてないっていうのもおかしい、考えられないと、とりあえずまあ1回戦に全て集中してそこしっかり勝って次なんで、その時に、はい、しっかり動けるように考えてます。今回4月の中島戦があって、はい、それ自体を受けて何かの練習とか、はい、まあ、心構えとかいろんなところで変わったことですか。そうですね、まあ、やっぱり負けたんで、まあ、しっかりこう反省して、いろいろ課題を克服しつつ、まあ、なんていうんですかね、同じような展開にならないようにというのと、あとはまあ、多分パワーがすごいあるんで。うちの方のフィジカルの強化だったり、いろいろ、はい、やってきました。これ試合今後だと、はい、今日の福島とかから何か声かけられてるか、はい、実際当日応援来たりとか、そうですね、はい、当日も応援こうまた来てくれますし、はい、決まって、やっぱり自分の福島っていうのはそういう、まあ、キックボクシングジムもそうないし、やっぱりキックボクシングだろうがメータイだろうがやっぱり K-1 なんですよ、みんな、まあ、テレビでしかやらないし、やってなかったし、なんで、まあ、それが本当に K-1 ってなって、まあ、多分福島初の K-1 選手だろうみたいにいろいろ言われて、早く頑張ってるっていうことはいろんな人から言われました。たくさん当日応援に来てくれたんです。そうですね、はい。小田選手自身がやっぱりこの決まっている舞台で、はい、今までとは違うモチベーションがあるとか、なんか違う気持ちでありますか。違う気持ち、そうですね、もう。まあ、本当に4月に負けたのもあるんで、とりあえず勝つって、もちろん優勝が一番のあれで、でも負けたくないんで、まあ、提案だからっていう特別なあれはないんです、とりあえず負けたくないっていうだけです。4月負けてからいろいろ考えて、まあ、できることをやってきましたので、それをしっかり試合で全て出して、本当応援してくれてる人らを喜ぶように、はい、
進化した姿を見せて、しっかり確実に1回戦勝って優勝まで、はい、駆け上がりたいと思います。